さあ、いよいよもう4人揃ってね、本格的に冒険が始まる、そういう5章になるのかな。ん？うん、この塔が何なのかよくわかんないんだよね。雷落としてないか？これが原因じゃないのね。エイデンの家とかに雷、幸せじゃない家に雷落ちる原因ってわかるよね。明らかにこれだと、イカズチの塔、名前的にそうとしか思えないんですけど。ん？ああ、クレイゴーレムね、粘土人か。ん？ゴンゾーがあれかな、卵を隠した場所かな。どういう感じ。まあちょっと森の中では目を引く場所ではあるよね。逆に目を引く場所に大事なものを隠すってどうなんだ。まああの粘土人のとこに行けばいいっていうことか。クインシーまだその格好なのか。ゴンゾーはカツラ外したんだけどね。この子まっすぐ行くと地面に穴ぼこがあるはずだ。俺が卵を隠したのはその穴の先だと思う。まずはその辺りを目指そうと。オッケー。クインシー、クイシー、クイシー、クイシー、このままずっとこれなの？別にいいけどさ。これどこなんだろう？ん？なんかアイテムがある。何やらどうでもいいことが書いてあるが、どうでもいいことなんて読まなかった。それは読んでからどうでもいいことって判断したわけじゃないのかな？え？なんか、前もそうだけどさ、4章でも。えらい花火上がるよね。花火だった。そうか。え？リュカ、タンパク、そのさ、宝箱の中身が花火だったことに対して意味はわからないけど、何かしらリアクションはできるはずだと思うんやけど、どうなんだろう、その辺。まあいいわ。で、上にちょっと穴いけるっぽいけど、キマイラ研究所とかさ、全然行ってないよね。いいのかな。あ、ここか、言うて、リフトの横なんだね、これ。いやー、4人並んでるのいいね。攻撃回数が増えるってだけでさ、だいぶ有利になるでしょ。この豚とかさ、前めっちゃ強かったじゃん。今ならなんとかなるんじゃないの？しかも背後取れるしね。叩いてみよう。で、ゴンゾー、あ、いいね。ゴンゾーこれできるんだ。これ強いよな。で、明美は、PK フリーズ打ってみようぜ。で、クインシーは匂いを嗅ぐ、ライブラね。こういうちょっと、役割分担がしっかりできてる戦い方ができるようになったね。オーケーオーケー、壁落ち。強いね、やっぱ壁落ち。生物気まいらくさい。炎に、あ、炎に弱いのか。フリーズじゃダメなのかな。あ、眠りに弱いだって。ってことは、リズム取りやすいんだ、こいつ、ゴンゾーで。やってみるか。催眠振り子ね。お、寝ちゃったわ。いいね。敵の弱点がしっかりわかるわ。おお、倒した。いけるじゃん。ちょっと森の中ちゃんと探索できてないから、探索すんのありかもね。あ、そうだ、いたな、こいつ。なんだっけ、牛蛇だっけ。牛蛇も今ならさ、倒せるんじゃないの。前めっちゃ強かったじゃん。もう PK デフォルト使っとこうかな。いや、お部屋アップを、明け目に使っとこう。で、これディフェンス下げよう。もう攻めの一手みたいな。PK フリーズに、匂いを嗅ぐね。生物、あ、氷に弱い。来た来た。PK フリーズめっちゃ効くじゃん。涙にも弱いと。こいつ前もう全然勝てなかったからね。オッケーオッケー。おお、めっちゃ効く。振り返っちゃった。でも大丈夫。くすぐりに弱いって言ってたよね。壁鉢使っとくか。オッケーオッケー。壁鉢がやっぱ強いわ。これ4人いる中での壁鉢最強だね。
まあ今後多分敵がいっぱい出てくるんじゃないかなと思うんだけど、1回の戦闘で1体とかじゃなくて。いやいや、牛やばいだろこれ。強すぎんか牛。ちょっと PK デフォルト使おう。うん、倒した。いいね。なんか左の方に温泉あったよね。そこ行けばいいしね、また。絞りたてのミルク。一応牛ではあるんだ。ドロップアイテムは。牛の要素を残してるんだな。おー、なんだなんだ。びっくりしたー。え？ワンワンフィッシュたち。一応同じ個体扱いなんだ。待って、回復やばいぞ。どうしよう。やられた。嘘でしょ。ボコボコにされたわ。めっちゃ強いワンワンフィッシュ。まあ、じゃ戦法が悪かったんだと思うけど、てか回復しときゃよかったね。牛蛇のダメージ、なんかもう4人いたら余裕でしょみたいな感じで。牛蛇舐めてたわ。やられたな。まあ、元気はつらつになったから、もう一回探索しようか。すげえ吹き飛ばした。もう勝てるんだ、あいつには。モグラには。初めて吹き飛ばしたね、今。やっちゃったよん。で、ゴンゾーは一回壁落ちしよう。で、アケミは、これサンダーね、全然、当たらない敵に。ほんと当たんないわ。お、アケミが、技を覚えるぞ。お、リュカも、そんな連続で来るんだ。いいっすね。塩水鉄砲ね。ん？なんだこいつ。大丈夫か？崖をよじ登ってるおじさんがいる。なんかトマスみたい。あ、突進したらこれいいんじゃないの？突進したら落ちてくるんじゃないの？だけど、今熱っぽいから突進できないわ。戦闘するか。うん、リュカの熱っぽさは取れていた。シールド！なんだ、敵の、あれか、弾き返すとかかな、技を。シールド。一人に物理半減バリア、半減できないものもある。あ、物理半減えぐいね。パラライシス。なんかいっぱい技覚えるな。パラライシス。いっと、お、なるほどね。状態異常技ね。だこういうのはまあ、ゴンゾーがいるし、そっちでいいんじゃねえかな、みたいな。あれ？突進しても無理か。また何か、違う時に来るのかもね、ここは。ん？ディフェダウン。なるほどね。敵の防御力を下げる系の技ね。オーケーオーケー。まあ、森の中はね、なんかしがみついてるおっさんがいるくらいだったんで、行きましょうか。この洞窟ね。もうあれだわ。ここに温泉があるってことは、ここが拠点になるんだろうな。おっさん？モグラ？なんか鼻チンコみたいなやつがいるんだけど。モグラだ！モグラの集めたものを、なるほどね。あれか。アイテム、ショップね。なるほど、なるほど。今見たらね、DP がめっちゃあった。2000ぐらいあったわ。なんか買うべきかもね、これ。で、まあ、どんなのがあるかっていうと、武器と、これすごいね、ハエのお守り、ディフェンスが10上がる。ほとんどアップするじゃん。よし、いろいろ装備しました。ハエのお守りとかね、羊の腕輪をこう全体的につけて。まあ、硬くなったかなという印象ですね、全体的に。うん、防御力が。よし、じゃあ先進むか。どんな強敵がと思ったら抜けちゃったよ。う？カンガルーとサメあれ。絶対強えよな。子持ちカンガルーザメ。今、ちょ、待って待って。サメの方も、子供の方もサメなの。そういう感じなんだ。想像してなかったわ。カンガルーってことはそうだね。お腹に何かしらいるはずだよね。氷に弱い。オッケーオッケー。涙にも弱い。
涙に弱い敵多いね。涙もろい敵、まあ命中率が下がっていいんだけどね。オッケーオッケー。あ、そんなに強くないな。うん、ちゃんと殴れば2ターンぐらいで倒せそう。あ、経験値も少ないわ。うん、ん、何これ、ポケモンにいたよね、電樹木だっけ、改造ライオン。もうあれだな、原型をとどめてないな。とどめてるけど、その何から何かを混ぜましたみたいな、そういう感じじゃないんだね。あとすげえ適当な戦闘しちゃった。あの左の方に森、左の方の森にいたやつがすげえ強くてさ、うん、さっきのあのサメカンガルーで思ったけど、あんまりこっちの森は強くないね。あっちの森の方が後に行くとこだからなんだろうな。なんだあれ、ドラゴンみたいになってる背中。背後取りたい。オッケー。うお、やばいやつでしょこれ。まともにやり合ったら負けちゃうやつやで。匂い嗅いどこ。氷に弱いね、眠りに弱い。オッケーオッケー、眠らせればいいんだね。え、で、あ、これ背後振り向かしたらダメなやつなんだ。やべ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 、眠らせよ眠らせよ。そう、想像しなかった、背後からやったら逆にダメな敵とかいるんだ。そうか、背中改造されてるもんね。うわー、想像しなかった。ガトリングエアガン、うおー弱い、思ったより弱い。オッケー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 。亀だからめっちゃ硬いみたいな、そんなこともなく、経験値もしょぼいわ。ん、ワンワン、そろそろ家に戻っていいよね。全然いいよ、むしろそっちの方がありがたい。買ってきてよかったな、クインシーのこと、いい仲間だわ。あ、この穴か、そうそう、こんな感じの穴だけど、なんだ、うわー、二つもあるぞ。二つじゃないし、なんか変なやつもいる。あいつグラフィックすごいな。夢に出るやつじゃん。こんなにいっぱいあったっけ？でっかいモグラみたいなのがいるんじゃないの？まあ、どれかが正解のはずだ。適当に落ちてみよう。マジか。一発でなんか当てたいな、正解。え、この花が咲いてるやつちょっと怪しくない？怪しいけど逆に違うかもしんない。めっちゃあるじゃん。うわうわうわ、敵もいっぱいいるし、まあ、適当に落ちてみるか。よし、これでいこう。これ正解に行かないと。なんかモグラいるぞ。これ敵か、モグラもしかして。あ、ちょ、喋りかけれる。モグラさん、ほい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 。ったく、もうモグラさん踏んづけちまってよ。ちゃんと片付けておかないから。メットにつまずいたことあるよ。ちゃんとしまっておかないから。ったく、もうこの頃のモグラはモグラ子さんだな。モグラ子さん勢出ちゃった。で、亀はちゃんと、正面から戦うと。うわ、全然違うね。めっちゃ優しそう。何してくるんだろう。振り返った！結局振り返るのか。一緒だな。でも、食らってなかったっぽいかな、今の。ちゃんと。ランダム技っぽいね、今のは。あ、これでわかるじゃん。これの、今落ちたやつの右下もダメ。左もダメ、左上もダメってわかるじゃん。あ、ここもダメ。なんだ？モグラがダンジョンを？実際モグラのトンネルは住処としてだけでなく、餌となる昆虫を迷い寄せ捕獲するための罠。つまりダンジョンとしても機能しているのである。またその長さについても、総延長が100メートルを超える大規模なものも珍しくない。機会があればモグラをじっくり観察してみよう。すごいね、モグラって。初めて知ったわ、モグラの凄さを。しかもアイテム拾えるし。さっき買ったやつ。この穴に落ちるのが正解っぽいかな。左下だね、左下。おかんのカレーというものが夢に出た。おかんのカレーというのは何なんだろう。あんたわかるか？俺たちは世間が狭いからな。知ってることも少なくてな。おかんのカレー。なんかムラムラするな。やめろよ。怪しいわ。おかんにムラムラは、ちょっとやばい。想像したくない。まあ、わかったね。左下の穴が正解だ。これだね。おい、水を差すな、ライオンちゃん。これに落ちればいいんじゃないか。お、いいね。他とは違うところに落ちちゃったわ。モグラさん、外の天気はどうだった？え、晴れ。晴れっていうのはどういうもんかね。お前たちが嫌なやつだよ。じゃあ曇り？じゃあ曇りか。
ああ、すごいもんだね。晴れか？あ、曇りか。え、もう全然、何も伝わってない、こっちの意図が。お前の意図も伝わってないし、俺の意図も伝わってない。何も成立していない。ふう、一休みして、しりとりでもしよう。モグラ。ラはないわ。じゃあもう一回。オケラ。ラドン。どんだけ、どんだけ物を知らないんだ、こいつ。あ、んがついちゃった。じゃあ、ラドン温泉。こ？あ、ごめんごめん。やめよう。もうな、向いてないんだわ。人には、ね、得て、増えてがあるけど、もうお前は、しりとりに向いてなかったと。ただそれだけのこと。誰が悪いわけでもない。昔々、穴の中に怠け者のモグラがおっただよ。モグラは穴も掘らずに、人が掘った穴の中で、口ばっかりせっせっせっせと言っておっただよ。忙しい風の、あれか、雰囲気出してたんだ。そのモグラはどうしたかって？いや、この話はわしよく知らんのじゃよ。あ、思い出した。いい話だった。ハッピーエンドじゃん。ん？ここじゃん、ハミングバードのとこ。あの穴すごい気になるけどね。そうだ、ここだ。俺が卵を隠したのはこの土人形の中だ。土人形ってことは分かってたんだ。よし、あったぞ、やっと。俺結構手に入れるまでさ、苦労すんのかなと思ったけど、大丈夫か。あ、さっきのイカ槌の塔か。あ、やべえ、クレイゴーレムにね、電気浴びさせたら動いちゃうじゃん。今のは雷か。危ないところだった。今ので記憶取り戻したりはしないの？戦闘？どうなる？飛んでいくとかないよね。あ、押せかかってくんのかな。え、右に行くなよ、右に行くなよ、右に行くなよ、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 行くなよ。卵を持ったままだ。追いかけよう。もうスッと行ったな、スッと。でも俺はこの穴に落ちたい。ここかよ。ダメなとこ落ちちゃったわ。明美がまた熱っぽくなっちゃった。まあ、技を覚えてくれるのはいいことなんだけどね。愛と平和のタワー、近寄るべからず。なるほど。近寄れってことだね。ん？しんちゃんが登りそう。クレヨンしんちゃんが必死になって必死になって登っていきそう。そんな色使いをしている。え、まさか、そこにいるの、あいつ。多分これがイカ槌を発生させてるマシンなんだろうな。この塔はクラブ秩父からよく見えるぜ。見たね、あの望遠鏡で。何のためにあるのかな。おお、早っ。あんだけボロボロだった粘土人がさ、あんだけ動くってことは相当きっついエネルギーのね、雷なんだろうね、イカ槌。怖いわ。うん、催眠術、眠らせることができる。うわ、カメめっちゃ多いな。もう戦いたくないな。カメ結構強いんだよね。この中から入っていけばいいのかな。じゃあ行くか。温泉がそろそろ欲しいんだけど、大丈夫かな。なんだ？お前トイレ入るときマスク外してる。えらい。えらい日常会話だな。いや、外してないけど。お前外してるの？わざわざ？トイレで？終わったらつけるの？わざわざ？うまいな、お前。なんか煽るのうまそう。うん、わざわざ外してるよ。だってマスクかけるとこあるじゃん。え、そうなの？バッカだな。あれはマスクかけるとこじゃねえよ。なんなの？バッグとか傘とかそういうのをかけるんだよ。お、俺ずっとマスクかけようと思ってたよ。どれでかけるか。マスクの下が見たいんだけど、人間なのこいつらは。一体、何なの？もともと、なんか中身も豚でしたみたいなのありそうじゃね？なんでお前ら、何見てんだよ。あ、この人。え、なになに？騒がしいぞ。一体何よ。あ、もうあれか、そうか、明美姫とか顔バレてるもんね、ゴンゾーとか。は、これはこれは失礼いたしました。え？指揮官殿がそんなみすぼらしい格好をなさっていては。部下たちに示しがつきません。え、どういうこと？着替えを用意いたしますのですぐにお着替えください。お月の皆さんもお着替えを。どういうこと？豚マスクになっちゃった。やっぱ人間なのか、こいつら。これなら大丈夫です。では私は任務に戻らせていただきます。え、どういうこと？
なんか勘違いされてるみたいだ、好都合だな。これさ、これさ、真心さ、敵にいるんじゃないの？リュカと真心間違えた説あるよね。真心の死体はだってエイデンがあんだけ時間かけても見つからないってことはさ、敵が回収して何かしらこう洗脳しちゃってるみたいな。あ、そか、死体かどうかまだわかんないのか。気づかれる前にあいつを探そう。あるよね。犬もなんかすごいことになってるし。豚なのか犬なのか。失礼いたしました。申し訳ありませんでした。めっちゃ怖がられてるじゃん。あのこれ心ばかりのプレゼントです。前からお死体申しておりました。変な意味じゃなくて裏漢方。すげえ、めっちゃいいもんもらっちゃった。温かいもの感じられた。どういうこと？敵との友情を感じちゃったの。まあ、これが次のダンジョンってことでいいのかな。粘土人の製造ラインを監視してると時を経つのも忘れてしまいます。ズズズ。それはね、監視してるからじゃなくて、いや何も言わないでおこう。粘土人は壊れると勝手にゴミ箱、ゴミ捨て場に行くから楽でいいであります。でそれをまた復活させるのか。粘土人すごいな。これはこれは指揮官殿、粘土人をお探しですか。え、狂った粘土人。指揮官殿のお言葉ですが、商品開発には万全を期しておりますので、狂ったものなど一つもございません、ございませんであります。あれか。あれなんで森の中にあったんだろうね、一つだけ。3年前からあったってことだよね。お、なんだこれ、マスク、じゃマントつけてるじゃん。狂った粘土人なら裏口に走ってきました。探してるなら早くしないとゴミ収集車に詰められて、捨てられちゃうの。一体何を隠したんですか？言えないんですか？恥ずかしいものなんですね。あ、バレちゃった。男の子の、ね、恥ずかしいものといえば、一つしかないでしょ。俺は言わない。あ、裏口まで行っちゃったと。なるほどね。あ、そうかそうか、自分でゴミ収集車に行くんだ。それを思うとなんだか切なくなるとです。ヒロシです。え、イベント、おお、やられるやられる、やべ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 。なんでその本能は残ってんだよ。やめろやめろ。うおお、めんどさ、軽快な音楽なの。おお、まずいぞ、追いかけよう。え、どうしたらいいの？トラックとか乗りたいんだけど。これ走って追いつくもんなの？うわ、敵もいる。え、なんだなんだこれ。これ豚じゃん。狂ったイノシシだっけ？ゼンマイイノシシ。こんな姿になっちゃって。なんか切ないわ。心苦しいわ。しかもめっちゃ強そうだし。暴走した。うおー、えぐい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 。炎に弱いか、オッケーオッケー。涙にも弱いと。フリーズしたら固まった。あ、確率であれか、敵を氷状態にするみたいな、そういうことか。フリーズって強っ。上で全然確率低いけどな。ポケモンの氷ぐらいかな。おお、なんだこれ、いかにもな。あ、でも壊れてんな。壊れて捨てられたマシンみたいな。スクラップロボ、もうまんまだな。スクラップなんだなこれ。おお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 、キッスがいるんじゃないの。何やってんだ、気をつけろ。おい、指揮官様だぞ。その口の聞き方、死刑にしようかこいつ。単純に死刑にしちゃおう死刑しか知らないなんか小学生みたいな。指揮官のではありませんか、どんな失礼をいたしました。確かに指揮官がここ走ってるとは思わないよな。見たところ間違ってゴミをお出しになってしまわれたようですね。察するね。ゴミ捨て場まで行かれるならこいつで追っかけてください。マジで、お前どうすんの。ゴミ捨て場ならここから北東です。早く後追いかけてゴミに出してしまった。恥ずかしいものとやらを。なんだ、情報伝達がすごいぞ。まあ、男の子がそんな必死にね、ゴミから、探すものって言ったら、一個しかないよね。これ以上は言わないでおこう。こいついいやつだな。あれ？なんか、なんかせめてアクション起こしてくれ。おー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 おお、あ、あ、俺らか。なあなあ、こいつかよ。こわもて豚マスクじゃん。なんでバナナが置いてあるんだろう。
指揮官殿じゃねえですか。怪我はねえですかい。あるよ。今すぐ、回復アイテムくれ。この辺は、欲馬のおっさんがバナナの皮散らかしてやがるから、結構、浮いてるんじゃないの？よかったら俺のポークビーに乗ってってくださいよ。指揮官めっちゃ、上の立場なんだな。あれ？気づかれた？くんくん、お前、ちゃんと豚っぽいことできるんだ。なんだか犬くせえし、ガキくせえぞ。クラブ秩父で匂った匂いだな、みたいな。うわあ、いた、バレた。他の奴らを騙せても、俺の野生の嗅覚はごまかせねえ。指揮官殿になりすますとは、不定野郎だ。ここで戦闘なんだ。おここで出会うとは思わんかった。この曲がさ、俺実はマザー3を始めたきっかけのもう一つなんだよね。スマブラのリュカの参戦 PV でこの曲が使われてて、アレンジバージョンがすげえいい曲だなーと思って調べたら、へえ、これマザー3の曲なんだってなって、まあそれは当然リュカの参戦 PV に使われてるからね。で興味があってマザー3を始めたっていうところがあるんだよね。え、こいつこのコアモテ豚マスクの曲なんや。まあまあ、こいつは戦闘か。じゃあ、ここから、次のパート始めようかな。お前のとこ出会っちゃったな。あ、そうかそうか、忘れてたわ。この曲が好きで始めたの忘れてたわ。いいよね。チャーチャン、チャーチャン、チャンチャララチャッチャーっていうの。めっちゃいいね。じゃあ、終わります。